サムレジックのことです。はい、それですね、建設業基準1級、試験対策の原価計算ですね。今回は第27回の第4問のね、解説をしていきます。はい、工程別総合原価計、区別総合原価計算というね、問題を解説します。はい。じゃあですね、問題の方一応念のため見ていくんですけど、まずちょっと前提の話をね、一回します。これ総合原価計算っていう論点なんですけど、これから喋るやつはね。建設業経費2級だけをですね、勉強して、そして日照の勉強一切せずにね、建設業経費1級の勉強に上がってきた方にとってはですね、こちらの方はね、ちょっといきなりはできないと思います。ね。まず総合原価計算っていう論点のね、ちょっと基本的なところね、をマスターしていただいてですね、そんなに難しくないですけど、時間もかかんないですけどね、そこをまずマスターした上でですね、こちらの問題は、この動画は見るようにした方がいいです。ね。ただね、日照簿記2級とかね、勉強された方はですね、もうすでに総合計算自体を散々勉強されてると思いますからね、そういう方にとってみてはね、これものすごく楽だと思います。ね。うん、子孫とか幻想ってやつないんでね。表格とかも全然ないんで、すごくシンプルにね、解けると思います。下手したら日照2級より簡単ですよね。こっちの方がね。はい。というふうに思うと思います。したがってね、この動画をですね、見るタイミングがいつのタイミングなのか。ね。つまり建設業経費2級だけを勉強して、1級のね、勉強をそのままされてる方なのか、それともね、日照2級までとりあえずもう勉強終わってますよと、ね、いう方なのかによってね、ちょっと対処の仕方が違いますからね、そこはご了承ください。はい、したがってね、建設業経費2級だけをね、勉強して、そして、建設業経費1級にも直接ね、勉強入ってる方はね、いきなりちょっと見てもね、わかんないところがあると思いますからね、総合原価計算の基本的なところを勉強してね、から、もう一回この動画を見るようにしてください。で、2勝2級まで勉強された方もいきなり見ちゃって、もちろん全然結構です。よろしいですかね。はい。ではですね、見ていきましょう。はい。問題文の方を確認します。神戸、現在、株式会社は、鋼製品、オズ製品を製造販売しており、すべての原価要素について、工程別、区別総合原価計算か、小売価法を採用していると。で次の資料に基づいて、下記の設問に答えなさいと。で、計算過程で波数が生ずる場合には、計算途中では下保入せずに、最終数値の見間を下保入してくださいってことでね、こうやって問題文がバーッと与えられております。はい。OK ですかね。で、総合原価計算のね、基本的なところを勉強したという過程でお話しますから、ね、見ていただくと、まずこれね、工程別なんですね。第一工程、第二工程でしょ。で、さらに、この工程の中に、項とオツがそれぞれあるってことなんで、まあ、ちょっと計算量は多いんですよね。計算量は多くなっております。ね。ただそんなにね、さっき言ったように、子孫幻想入ってませんから、難しくはないです。ね。したがって、ボックスだけね、最初作っちゃいましょうか。ね。そうしますとね、項ですね。第一工程と。ね。で、項の。第二工程ですね。ということで、まずこうやっちゃいます。ね。うん。で、次にね、皆さんに、オツの方やってもらいます。同じなんで、ね、一応、形だけは書いちゃいますけど、ね、こんな感じでね、こう製品の第一工程、こう製品の第二工程ね。で、オツ製品の第一工程、オツ製品の第二工程つってね、ちょっと今用意しました。はい。で、項のですね、第一工程ですけど、こういうふうにやりましたね。ボックスを書きました。ね。こちらが直接材料のね、原材料だから原材にしましょうか。原材料のボックス。ね。そしてこちらが加工費ですね。はい。ということでね、こういうボックスを作りました。で、第一工程から先やっちゃいますね。はい。そうしますとね、いいか。とりあえずボックス変えちゃいましょうかね。とりあえずボックスだけ全部変えちゃいます。こうだけちょっと変えちゃいます。オツ皆さんにやってもらいますから。全く同じなんで、ね。こうができれば、オツできちゃうんで。ね。これが前工程って言いますね。前工程。こちらが第二工程の加工ね。はい。こんな感じで、ボックスを作ります。ね。そして、先取りしちゃいますけど、ね。項の方でね、計算される。まあ、こちらがね、月商。最初ですから書きましょうか。
月初、これが投入、ね、でこれが月末、まあ、今回完成と、ね、まあ、こっちも一緒です。月初仕掛かり品ね、で当月投入ね、でこれが完成品で、これが月末仕掛かり品と、いいですね、こっちも一緒です、ね、月初で投入ね、で月末完成ってことでね、書きまして、全く同じように書きまして、そしてゆくゆくね数字を出すんですけど、この完成品ですね、完成品ね、でこの完成品の金額を、はい、こうやって合計しまして、ね、この金額を合計しまして、ここに前工程ところでね、前工程費って言うんですけど、ここに持ってきます。ここに投入ね。はい。で、前工程の月初。で、月末。完成ですね。まあ、こんな感じで。ゆくゆく作っていきます。はい。で、こちらも全くありません。月初。投入、ね、投入で月末、ね、で完成ということでね、まあ、こんな感じで作っていきます。よろしいですかね。はい、ではですね、ちょっとじゃんじゃから数値を埋めていきましょう。はい、こうね、第一工程のこうですね。はい、でこれね、そのままお月初仕掛かり品がね、これ500キロですよね。で、20% ですね。はい、従って、こちらが、はい、ここ500キロですね。ね、500キロね。うん、で、パーセンテージ 20% なんで、520で100ですね。こうですね。ここ500キロね。ちょっとキロは無視してますけどね。で、ここ100です。これ、下降進捗度ってやつ書けましたもんね。はい。これ書けるだけです。500×20% ね。そう、100ということです。はい。で、次に投入ですね。2500キロ。投入が2500キロね。はい。で、これ2500キロをここに書きますけど、ここには書きません。ね。ちょっと理由がね、かなり時間かかるんでね、ちょっと国外は、そこは飛ばしてるんです。ね。うん。2小2級まで勉強された方だったらね、この勉強もたっぷりとしたと思うんですけどね。うん。ちょっとここはちょっと省略しますから。結論だけ今回言っておきます。ここは書きません。ね。はい。では次です。今度は月末仕掛かり品ですかね。750ですね。したがって750キロ。ね、で、下降進捗度 40% ですから、750×40% ですね。300ということです。300と。はい、これは書けます。ね、そして、完成ですけどね、2250キロなんですけど、これはね、一緒です。2250。原材料も加工の方もね。これ必ず一致しますんで。ね、ちょっと理由は今回言いませんけどね。一致します。で、ここを書くと、ここ出るんですよ。差し引いてます。したがって2250プラス300マイナスの100でここ出るんですよ。ね。だからここは最後に出してください。ね、2250プラスで300マイナスの100ね。はい。2450キロですかね。はい。ということで、これは必ず最後に出します。加工の投入ってやつね。うん。はい。ちょっと理由はね、今回、しつこくで申し訳ないですけど、理由はちょっと割愛してますからね。本当は喋りたくてしょうがないですけどね。うずうずしてるんですけど。理屈をね、喋るの僕大好きなんでね、うずうずしてるんですけど、今回ね、ちょっとすいません。うん。一応、2小2級までね、勉強した人をちょっと想定してお話してますからね。はい。理論はちょっと割愛します。計算の方法だけね、やってきます。はい。じゃあ、次ですね。で、数量先やっちゃおうかな。はい。ちょっと数量からどんどん埋めちゃいます。次、第2工程なんですよ。ね。こうね。従って、これ400でしょ。前工程が400です、これ。ここ前工程費なんです。400。ね。そして、50% ですから200ですね。はい。で、投入がですね、今回は、後でちょっと問題文の方は、一応、香りじゃないか。ね。3番なんですけどね、すべてね、第一工程の視点で投入されるって言ってるんで、ね、これはもうそのまま、2250がきます。すべてですからね、投入されます。全てないじゃない時もあるんですよ、ね。2000だけ来るよっていう時もあるんですけどね。今回は全てつってますから。ね、全て持ってきました。はい、で次ですね。まあ一応ここにもありますけどね、これ。ここにありますかね。うん、そう。で、要するにこの数値がそのまま来てるんですよね。ぽーっつってね。こう来てます。で、あとで皆さん、こう、オツやってもらうんですけど、オツも一緒でね。
2400でしょ、2400が起きてるでしょうかね、こう、こう来てます、これでやります。はい、で次ですね、月末が600と。はい、で、75% ですか、じゃあ 600×75% で450ね、まあ、こんな感じで書かれます。一緒ですね、こっちとやり方一緒ですからね。はい、そして完成はね、2000トンで50ですね。はい、でこれは必ず一致するんで、完成は絶対一致しますからね、例がありませんから。はい、これ書きまして、ここ出ましたね、そこに差し引きで出すということは、さっきと何も変わりません。はい、したがって2300とね、いうことでした。はい、こんな感じです、よろしいですかね。はい、であとは次ですね、原価データを放り込みましょう。これ今数量データってやつやったんですけどね、生産データってやつやったんですけど、次原価データってやついきます。はい、じゃあ項の方ね、見ていきますよ、項ね。はい、まず月商の仕掛かり品ってありますね。で原材料が今19万5千ありますね、したがってこうです、19万5千というふうに書きまして、はい、そして次にここですね、組関節費ってありますね、この26,850ありますけど、これもね、ちょっとすいません、今回言葉の意味はね、ちょっと割愛させてください。本当は喋りたくしょうがないんだけど、ね、うん、割愛します。あとこれね、加工費の方に見ますんで、26,850です。ね。こちらです。こっちじゃなくて、こっちね。はい。まあ、要するに、材料以外は全部こっちです。加工費と思ってください。材料費以外は全部加工費っていうふうに表現するのが総合原価計算っていう論点なんですよ。ね。はい。では次です。今度はかっこいいですね。はい。組直接費ってあるんですね。で、これが、原材料です。85万2000ですね。まあ、原材料ってなってますから。はい。これが要するに投入なんです。ここに持ってきます。ね。はい。そして次ですね。一応問題文の方を確認すると、丸さんですね。組関節費加工費は、直接作業時間を基準に各製品に配布しておりと。で、組関節費の直接作業時間1時間あたりの、工程別製品別配布率及び、直接作業時間は次の通りだよということで、ここに上がってるんですよ、数字がね。うん。資料がね。で、今やってるのはこうなんで、はい、第一工程のこうですから、750ですよね、配布率ね。1時間あたり。で、実際働いた直接作業時間が600時間ですから、これかけてあげればいいですよ、今ね。はい、従って750かけることの600でやってあげて45万でしょ。でこの45万が、ここの金額になるってことです、これ加工費のね、ここです、これ45万です。こうやって計算します、よろしいですかね。はい、そしてね、もう一つやっちゃいますね、まあいっか、とりあえずね、ここまで、はい、これ第一工程です。であとでちょっと第二工程もやりますけどね、とりあえずこれで第一工程ができるんで、第一工程ができるんで、はい、ちょっと第一工程計算しちゃいますけど、ただしですね、今回はこれ平均法、月末かかり品の経過は平均法で計算しなさいって言ってるんですよね。先で先出しもあるんですけど、これ平均法です、今回はね。したがって平均法の場合はね、こういうふうにやりましたよね、こうちゃんぽんにしましたね、ちゃんぽんね。はい、でそれで単価を出して、月末計算して、ね、そして差し引きで完成品を計算するというふうにやったと思います。したがってですね、19万5千円プラス、85万2千円ですね。でまず金額出しますね、合計です。100トンで4万7千円ですね。で割ることのですね、2250とですね、750を足しますね、これ3千円ですよね、3千円ね。したがって割る3千円です。はい、そうすると単価出ますよね、単価出ます、349と出ますよね、単価ね。はい、で349かけることの750ですね。そうすると、はい、26万1750と出ますからね。まあこんな感じで月末出します、ここまでですかね。そしてまあ359っていう単価出したんで、2250かけても一応出るんですよ、出るんですけど、僕ねこういうふうに教えてます、熟成には2級の時ね、こことここ足してこれ引いて出しなさいと、必ずね、そういうふうに僕は指導してます。理由があるんですけどね、したがってここもそういうふうにやります。19万5千プラス、はい、85万2千ですね。でマイナスの20万トンで1750って出してください。そうすると84万5250となります。はい、要するに差し引きで必ず出すんですよ、完成品は。どんな時もね、平均法だろうが、今回問われてないんですけど先で先出し法だろうが、差し引きで必ず出します。まあ先での場合差し引きじゃないんでないんですけどね、どっちにしてもね、うん、
平均法の時も僕はね、こことここ足してこれ引いて必ず出してくださいよって指導してます。ね。いいですね。今回は別にいいんですよ。今回は別に単価出したやつでかけても出るんですよ。あの、子孫減損ないからですよ、要は。ね。子孫減損ってやつが出てきちゃうと、副産物もそうなんですけど、出てきちゃうとできなくなっちゃうんですよね。うん。だからね、ちょっと僕は子孫減損が出たとしても、出なかったとしても、解けるように僕は指導してますからね。だからここは必ず差し引きで出すように熟成には指導してます。はい。じゃあ話戻します。加工費も一緒ですよね。はい。したがって、26,850 プラス45万ですね。まずね。で、合計出しまして、割ることのですね、ここの合計ですね。まあ、2550かな。これ出しますね。はい。したがって2250です。そうそう、単価出ますね。あ、すいません。やり直し。26,850 かな。26,850 プラス45万ですね。はい。で、割ることの、これは2550か。うん、そうですね。2550ね。2550で、はい、単価出します。187円と出ました。ね。で、かけることの300ですね。したがって56,100円です。はい、いいですよね。で、26,850 プラス45万円、マイナスの、はい、56,100 円ですね。そうすると、42万トンで750と出ます。はい、こんな感じです。いいですよね。ほとほと足した数字で、2550でしたね。はい。で、割って。あの、この数量でもいいですけどね。2550って、100プラス2450って出してもいいんですけど、それもね、あの、実はこだわりがあって、あの、アウトプット、インプットアウトプットつってね、アウトプット側から数量は計算するっていうふうに僕は熟成に言ってます。ね。これもね、インプット側からやっちゃうと、あの、子孫減損ってやつが出てくるとできなくなっちゃうんですよ。ね。でもね、アウトプットから出すって癖をつけると、子孫減損ってやつが出てきてもできちゃうんですね。うん。ということでね、僕はあの、一貫してね、先取りしてね、全部応用が効くように教えてますからね。はい、従ってね、あれ、なんでここを足してって言わねえんだろうですね。なんでアウトプットで足してって言っちゃうんだろうってこともね、一応、仕掛けっつうかね、前振りなんでね、うん、そういうふうに勉強した方が、後でね、どんなパターンでも解けるようになりますからね。うん、僕はこのパターンしか解けないっていう方法で喋ってませんからね。うん、どんなパターンでも解けるっていう方法で僕は解説してるんでね、まあ、そういうふうにやった方が、ゆくゆくいいです。ゆくゆくね。はい。じゃあ話もします。ね。そうします。これで完成しました。はい。そしてね、あとは前工程をね、さっき言ったように、845,250 ですね。プラス、42万トンで750ですね。はい。このね、合計したものが、この前工程の方に行きますから、金額、はい、126万6000ですね。と持ってきます。持ってきます。はい。OK ですかね。で、あとはね、同じように、今度第2工程いきましょうか。ね、第2工程の方で見ていきます。はい、これ前工程ですね。さっき前工程いきましょうか。こうのね、前工程ね、結晶ね。したがって、238,250ですかね。はい、したがって、ここが238,250ということです。いいですよね。こんな感じでいきます。はい、そして、次ですね。ちょっと上にいきますけど、はい、首関節器ね。ここの結晶の首関節器、43,000ですけど、はい、これは、こうですね。さっきこっちでしたもんね。第一工程。第二工程これです。はい。で、次ですね。今度は、はい、こちらです。第二工程の、こうね。したがって 900×、今回は480時間かね。はい。900×480 時間で、はい、432,000です。はい。したがって432,000と。ね。こうでした。さっきここで持ってきましたもんね。今回こうです。はい。ということでね、計算終わりました。はい。あとは平均法でやるだけなんで、こっち半分にしますよ。238,250プラス126,600ですね。はい。で、合計出しまして、これも貸し方からね、アウトプットね。2000トンで50と600ですね。これ足しまして、2650ですね。はい。で、単価、すいません、割り切れない。どっか間違ってんの。すいませんね。789、ここが間違ってかな。これか。すいません。195,000プラス852,000マイナスの261,000か。あ、すいません。間違ってましたね。ちょっと俺、ゼロにしちゃった。勘違いしちゃった。すいませんね。ちょっとこっちが。ちょっとすいません。こうですね。すいません。こうです。直してください。はい。で、そうしますと、この数字とこの数字ね。足すと、はい。はい、120万トンで6000ですかね。はい、ということで、
ちょっとすみません、直してください。じゃあ話持ちます。はい、23万8250プラス120万飛んで6000ね。で、これ合計出しますね。そして、この数量合計が2650ですね。はい、割り切りましたね。545です。はい、で600かけますね。で37万2000です、ね、はい。で足しですね、これちゃんぽんにして、で数量は、ね、2650ですからね。で割って、で、600をかけると、はい、この数字が出ると。ここは差し、ここと差し、ここ引きが出ると。いうことです。あとはワンパターンです。はい。はい。ですね。1117250と。ね。ということで、出ました。はい。で、こちらも一緒です。はい。ちゃんぽんにしましょう。4万3000プラス43万2000ですね。で、合計出しまして、で、アウトプット2000。飛んで50と450ですから2500かな、2500で割ってあります。そうすると190って出ますからね。でかけることの450ですね。はい、8万5500ということになりました。いいですね。ちゃんぽんにして、ちゃんぽんにした金額を、ね、数量ですね、2500ですね今回ね。で割ったって、で単価出して450ですね、かけると8万5500と出てきましたということです。はい。で、こちらは差し引きでありますから、4万3000プラス43万2000円、マイナスの8万5500ですね。38万9500ということです。はい。よろしいでしょうか。ね。まあ、こんな感じで計算をしていきます。はい。で今僕ね、ここ間違ったんですけど、まあ、ちょうどいいっていうかね、説明ができるんですけど、基本的に割り切れなかったら、なんか間違ってかなと思って仮説を立てて、検証した方がいいです。ね。うん。ちょっと僕はこれ6と0間違っちゃったんですよね。うん。そう。仮説をとりあえず、割り切れなかったらちょっと間違ってかなって疑ってください。基本的には。ね。うん。で、一応ね、今回問題文にこの指示があるんで、ね。指示があるんですよ。端数の指示があるんで、割り切れなくてもいいかなっていうふうに、思っちゃうんですけど、確かにそうなんですよ。割り切れない場合は、こういうふうにね、社保入しなさいっていうことで、やっていけばいいんで、別に割り切れなくてもいいっちゃえばいいんですけど、ただね、今僕が間違ったように割り切れたでしょうかね。うん。で結論からいくと、この問題全部割り切れるんですよね。割り切れですよ、ね、だからはっきり言って、このシャポニーの指示がダミーなんですよ実は。ね、まあちょっといやらしいかなっていう感じはしますけどね。うん、わざわざね。うん、だから割り切れない時にはですね、一応この指示があったとしてもね、出社後にの指示があったとしても、ちょっと疑ってですね、自分が、あ、間違ってかもしれんな、どっかね、つって、疑って、やった方がいいです。ね。だから、これ発見できたでしょ、俺ね。あれ、割り切れねえぞってなったでしょ。で、ちょっと一回計算してみたら、あ、これちょっと間違ってた、みたいな。こう20万トンで俺、ね、1750でやってたから、ね、だから6万だけずれてましたね。うん。だから、これ6万ずれてしょうかね。6万6000ってやってるじゃないですか。間違える。この直して前に、そうだ、6万ずれちゃったんですよ。だから割り切れなかったんですけどね。うん、ってな感じで発見してください。前に戻ってください、割り切れない場合はね。そう、それでチェックしてみて、今みたいに発見できたら全然大の字じゃないですか。それでも割り切れない場合ですよ。それでも割り切れない場合は、まあここに指示があるから、ここに指示があるから、うん、まあ今回はそうかなっつってやればいいです。こんな2段階でやるといいですよ。ね。ということでね、怪我の巧妙でしたね。俺これ本気で間違ったね、今ね。本気でちょっと間違っちゃったですね。ね。なんかちょっと言っちゃって、なんか言い訳っぽくて申し訳ないですけど、僕ね、目玉ここにあるんですよね。目玉ここにあって、ね、こっちは遠いんですよね。結構1メートルはいかないけど、ね、結構ね、もう60センチ、70センチぐらいはあるんですよね。で、僕は目が悪いんで、ちょっと見づらいんですよね。こう持ってこないと見えないんですよ、僕。ね、うん、問題文もね、これだとちょっと見えなくて、こうやって持ったから、こうやって持ってくるんです、僕。うん。あと皆さんもね、こうやって持ってきた方が見やすいでしょ、こうやってね。いちいちね、こうやってね、ズームした方が、多分こうやって見やすいんで、ただあんまりこう持ってきちゃうと酔っちゃうんでね。ね、動画見ながら酔っ払っちゃうってことになっちゃうんでね。それはちょっと申し訳ないですから、だからね、僕1個書いたらこうやって、こうやって拡大して、こう確認しながら撮るようにはしてるんですよ。ね、自分の確認と皆さんが見やすいようにっていうね、確認でちょっと両方やってるんですけどね。うん、まあそれはちょっと余談でしたけどね。こんな感じで作ってきます。
はい、これがね、総合計画屋さんの作り方です。はい、じゃあですね、初めての方ですかね、建設業研修2級から1級の方にいきなりね、こう来た方は、このやり方だけとりあえず押さえてください、今のところね。うん。で、さっき言ったように、ちょっとね、基礎的なところ、ちょっとやっぱりしっかりと押さえないと、本当の意味ではこれ分かんないんでね、それはちょっと後日やってもらって結構ですからね、やり方自体はできますからね、やり方自体は全然できたでしょ、ね、どっから持っていくのかなっていうのが分かれば。加工費の投入のところだけ差し引きでやるんだよってことだけ注意すれば、ここね、この数量ね、そこだけ注意すれば、ね、特に難しくはないと思うんでね、うん、これ見ながらで結構なんで、項の方ね、第1項って第2項って見ながらで結構なんで、はい、オツの方です。オツの方も基本的に数字が違うだけで全く同じなんで、ね、ちょっとお時間差し上げますから、はい、オツ、ちょっとご自分で一回やってみてください。ね。はい。で、一回動画止めてね、オツの方ちょっと作ってみてください。ね、で、作り終わったらね、動画を再生して僕の解説を聞くようにしてください。はい、じゃあ各自始めてください。はい、よろしいですかね。じゃあやっていきますよ、ね、基本的に一緒です、ね、こうやってボックスをね書きまして、で、はい、こんな感じで書きます。はい、でこれ現在ね、もうちょっとめんどくさいんでね、在と替えだけ書きますけど、ね、でこれ前工程ですね、どうかね、まあ、こんな感じで書きます。ちょっと略字をバンバン使わせてくださいね。はい、そしてね、これからね計算しますけど、こうでしたね、こことこの完成ね、合計してここに持ってきますね、ここに書いてきました。はい、であとはガンガン埋めていきます。はい、今回はこうですね、400、はい、で4回 100×25 ですから100ですね、ということで、はい、いいですよね。今からここですかね、これ、ね、400のね、25% ね、400の 25% ですからね、100ね。はい、で次です。で今度は、はい、投入でしたよね、2600ですね、2600、はい、を書きまして、そしてこっち書けませんね、書きませんね、差し引きじゃないと出ないんで、こっちはだからほっときます。はい、で次に、600ですね、600の 50% です。はい、下方ここ600の 50% ですから30です、300ですね、うん、いいですね、600の 50% ですから300。はい、で、完成ですね、完成はね2400。はい、でこれ2400と、これ必ず一致しますから2400と書いて、はい、いいですよね。でここはあとは差し引きね、2400プラス300マイナスの100ですから2600ということでした。はい、こんな感じです。いいですよね。はい、で、数量で先やっちゃいましょうかね。そうすると前工程ですね、600ですね、600です。前工程っていうのは要するに第二工程の、指定通りの材料みたいなものなんですよ、前工程がね、うん、ということです。はい、で次です。600×40% ですから 6×4×240 ですね。はい、で投入ね、今回は2400ですけど、一応、ね、確認しますよ、こうですね、材料は全て第一工程の視点で、全て投入されるって言ってるから2400がそのまま来るわけです、こっちね、いいですね。だから2400のうち2000だけね第二工程に来ましたよ、そしたらこれ2000ですからね、うん、はい、で一応こっちの方に確認すると、こっちも2400でしょ、だから同じですからね、ここ2000になってます、その場合はちゃんとね、うん、ということで、区別をしてください。はい、じゃあ次です。今度は月末ですね、300と 50% ですか。はい、従ってここは300とで150ね、 50% ですからと書きまして、はい、そして完成品がですね、2700kg ですね。はい、2700と、これは必ず一致するんで、はい、こうやって書きます、2700、2700。はい、でそうすると加工費のね差し引きでようやく出るわけです。はい、2610ですね。はい、ってな感じで、こことここ出したら、これ引き出てくると。こういうことです。いいですよね。はい、で、あとは原価データを放り込むということで、今回こうですね。食材が、まず12万ですか。これ12万円と。12万ね。はい、そして次が、ここですね。はい、1万2000ですね。1万2000円。はい、1万2000と。ね。そして、次が、はい、こちらですね。
83万4000円ですね。83万4000円。はい。で、ここが、はい、こちらですね。ここがね。780×400 時間ですね。はい。31万2000円。となるわけです。ですよね。で、とりあえず、じゃあ、第一工程やっちゃいましょうか。ね。で、そうしますと、これも平均法ですからね。ここ、ちゃんぽんにしまして、12万円。プラス83万4000円ですね。まあ、合計して、で、今回合計すると3000円ですね。3000円で割ってあげます。そうすると318でした。で、かける600ですね。はい。19万トンで800ということになります。いいですよね。はい。で、あとは差し引き、こことここ出してこれいけばいいと。12万プラス38万、83万4000円。マイナスの19万トンで800ですね。76万3200ということでした。はい。で、こちらですね。はい。1万2000円プラス、31万2000円ですね。いいですよね。で、割ることの、これは2700か。はい。で、単価120で、かける300ですから3万6000と。ね。いいですよね。3万6000と出ました。はい。で、次に、1万2000円プラス、31万2000円マイナスの3万6000円で、はい。28万8000円ですね。ということでした。でね、ここどこでしょうか、いくと。で、ここ足しますね。28万8000円と、はい、76万3200ですかね。足しますと、はい、100トンで、5万1200ということで。ね、これからです。ここどこを足した数字が前工程に来ます。はい。で、次ですね。第2工程。じゃあ、玄関行きましょうか。はい。こちら。オツです。今ね、こうオツやってますからね。で、まず倍工程いきましょうかね。29万8800ですかね。はい、下がって、これ29万8800と。ね。ことに書きまして、はい、そして、3万2300かな。はい。3万2300と。ね。いうことですね。こうね。はい。そして、いいのか。うん、そうですね、これ、ね。はい。あとはね、950×320 ですね。30万トンで4000と。ね、いうことでした。はい。よろしいですかね。で、あとはね、平均法でやっていきますよ。29万8800プラス、100トンで5万1200ですね。で、割ることの、これ3000か。3000ね。単価450。で、かける300ですから、13万5000ということです。ね、で、これも、はい、29万8800プラス100トンで5万1200マイナスの13万5000ですね。121万5000ということでした。はい。ということですね。じゃあ、こっちを出しましょうか。3万2300プラス30万トンで4000円ですね。で、割ることの、これは2850かな。そうですね。で、単価118かけることの150ですね。1万7700と。ということになります。はい。そして、こことこ足して引いてあげると。3万2300プラス30万トンで4000。マイナスの1万7700ですね。はい。31万8600ということでした。はい。ってことで、ね。出しました。ちょっとこれ間違いやすいから、少し書き出しましょうか。31万8600と。ね。ということです。はい。ここまでよろしいでしょうか。ね。うん。で、あとはね、問いの方に答えながら喋っていくんですけど、はい、まず問いのうち行きましょうか。各製品の第一工程、月末仕掛かり品原価及び第一工程の当月の完成品原価を求めなさいっていうふうに問われてますよね。問い1やっちゃいましょう。各製品ですからね、まあ、コートを2それぞれ出しなさいってことなんですけど、まずね、月末仕掛かり品からいきますよ。まず、こうは、こことここ合計数の量はね、この2つの合計です。したがって、26万1750とですね、5万1600ですか。これ合計した31万7850でしょ。これが要するに月末仕掛かり品なんですよ。これです。ね。これが問い1ね。問い1。はい。OK ですかね。そして次にですね、完成品ちゃうか。完成品はこことこう足したもんですからね。はい。こう足したもんです。したがって、75万、
移動し78万5250プラス42万トンで750ですね。はい、したがって120万トンで6000です、ね、これが完成品原価ってやつですかね。はい、よろしいでしょうか。これが項の方です。項ね。はい、じゃあオツもいきましょうか。はい、じゃあオツ、ちょっとオツじゃ出してもらっていいですか、ご自分で。オツのね、第一工程のね、月末と完成品原価出してください。はい、よろしいですかね。そうすると月末がね、まあ、一緒です。こことこね出します。19万トンで800プラス3万6000ですね。そうすると、はい、22万6800が数字ですから、これが月末仕掛かり品原価と言います。月末仕掛かり品原価で、完成品も一緒ですね。こことこ出します。はい、従って76万3200プラス、28万8000ですか。はい、従って100トンで、5万1200トンということですね。これが完成品原価です。オツの方のね。はい、ということで今僕が喋ったのがこうですね。これが問1です。ね、こことここです。これ問1です。 OK ですかね。はい、じゃあちょっと問いに色変えましょうかね。ですよね、第一工程ですか、問われてる。で、問い2の方は各製品の第二工程ですね。まあ、月末と完成です。ね、一緒です、だからやることは。で、ちょっと僕、色を青で書きますよ。赤で書いちゃうと、わかんなくなっちゃうね。したがって、今回はですね、第二工程ですから、まず月末いきましょうか。こことこですよ。ね。32万7千プラス8万5千円ですね。はい、41万。どっちですか。41万2千500と。ね、これ月末です。いいですよね。こことこ足した数字ね。はい、そして完成もですね、こことこ足します。200、250と。はい、117。すみません、1117、250。プラス、389,500ですね。はい、したがって、15067150ですかね。はい、これが完成品です。いいですよね。これがコード方でした。はい、でオツも同じようにやってください。はい、じゃあオツ出してもらいましょうか。はい、じゃあオツも出してください。はい、よろしいでしょうかね。一緒ですね。こことこですね。あ、そのいいのかね。はい、13万5千円プラス、17万7、1万7700ですね。はい、15万2700です。これ月末です。いいですよね。そして完成品はこうとこです。121万5千円プラス31万8600ですね。はい、これが1533600と。でこれ完成品ですね。はい、ということでした。よろしいでしょうかね。うん、これがですね、27回の第4問の、まあ、解説とね、下書きの作り方ということでした。はい、まずここまでよろしいでしょうかね。うん、であとはですね、総合原価計算さんが今回ちょっと、まあ、これ一番最新問題ですよね。27回の第4問ね、総合原価計算が今回出てきまして、結構ね、分量は多いですね。分量は比較的多いですね。ただ計算の内容自体はどうでしょうね。そんなに難しくはないですね。はい、ちょっと書き直せした。これ問い2ね。今僕が青で書いたの問い2ですからね。これが問い2の第2工程ですからね。はい。ということだったんですけど、計算のね、やり方自体は、そんなに難しくはないです。ね。結構ね、理屈は少しね、マスターしないといけないんですけど、ちょっと理屈の部分は今回ちょっと端折ってますから、ほとんど端折ってるんで、計算のやり方だけね、ちょっとお話をしたんで、計算のやり方自体は全然難しくはね、ないと思います、ね。基本的にはね、一回マスターしちゃったらね。はい。ただっていう話を少しだけ最後にしますけど、ただね、どうでしょうね。これまだね、15回が実は、ね、総合原価計算ありまして、第15回のね、第4問で出てて、あんま出ないんですよ。建設業経費1級ではね。うん。どっちかというと15回の方が少し難しいかなって感じはするんですけどね、僕としてはね。第4問の方が出るんですけど、こっちよりね、多分15回の方が少しひねりが入ってからっていう感じなんですよ。で、今回27回で少し分量が多くなって出てきただけなんですよね、計
結局は、ね、だひねりはそんなないんです、どっちかというとね、うん、ただですよ、ただ今後ですね、今後やっぱりね、これ訓別あれね、工程別がよく出るし、で今回訓別出てきて配布の話もねちょっと絡め始めてきましたんで、うん、ちょっとね今後出てくるとしたらひねりが加わると僕は思ってますね、うん、ただすぐ出てくるっていうわけじゃないと思いますけどね、連続して、走行見学屋さんが出てくるっていうわけで、例えば28回とかがね走行見学屋さんが出るとは思わないんです、思えないんですけど、ね、ちょっと間を空いて走行見学屋さんが出てくる可能性は30回ぐらいまでには1回ぐらい出てくるかなっていう感じは僕はしてますけどね、うん、1年半ぐらいの間には1回ぐらいは出てくるかなっていう感じはしてるんですけど、その時はね、その時はおそらくね、これは僕の勘ですけど、評価額とかね、子孫減損とかがね、ちょっと絡む可能性もあるかなとは思ってます。ね、副産物が一応範囲になってるんでね、建設業経営実況はね。うん、だから、ちょっとね、その辺がね、うん、要注意かなとは思っております。理論問題を注意してください。第1問、第2問ね。特に第2問かな。第2問の、うん、理論問題をちょっと注意をして見ていく必要があると思います。でその第2問の方で、このね、総合計画計算のね、例えば副産物だっけのね、まあ、子孫減損っていう話がちょっと絡む理論問題が出てきたら要注意ですね。要注意。でそれが出てきたら次に計算問題として、子孫減損が絡むバージョンが出てくる可能性が非常に僕は高いと思ってます。ね、建設業経士1級ね、過去問をちょっと研究しますとね、まずね、ちょっと理論問題の方で出るんですよ。ね、ちょこっとね、第2問ぐらいで、ちょっと軽いやつが出てきて、で、その後にね、計算問題出るんですね。うん。で、大体みんなその計算問題でやられてしまうと、ね、いう傾向が、建設業経士1級ではね、結構見られますんで、原価計算はね、うん、見られますんで、だからね、ちょっと理論問題ですね、をちょっと傾向を見とかないと、計算問題がね、ちょっとひねりが加わって出てくる可能性があるかなという感じではあります。OK ですかね。はい。したがってね、対策としてはね、理論で第2問ね、第1問じゃなくて、第2問で出てくるんだったら、まあ、あまりコーヒーにはしょうないんで、10点ぐらいですから、あれ。第2問はね。で、1問確か2点とか3点ぐらいですからね。全然コーヒーにはしょうないんで、出てきても全然問題ないんですけど、計算問題ね。計算問題で出てきちゃうと、ちょっと合否にね、支障が出てくる可能性がありますから、これだって18点ですからね。18点なんで結構でかいですから、ね。うん。で、こけちゃうと、ね、まあ、ちょこっとは点数取ったとして、問1ぐらいのちょこっとは一部取れたとしても、ね、いわゆる配布ってやつがちょっと間違っちゃうとね、今回ここが結構楽だったんですよ、実は。当たられ方がね。うん。でもね、これもうちょっと複雑な、実は。2勝2級とか勉強された方は分かりますよね。多分これ解いてた時に、なんだこれ、こんな簡単でいいのみたいな、ね、感じで多分思ったと思うんですよ。あれ配布じゃないよみたいなね。おう、これ2勝2級勉強した時、訓別やった時、おどおどしながらこれやったよみたいなね、多分思うんですよ、ね。でもなんだこれ、すっきりして、なんかむしろなんか引っ掛けがあるんじゃねえのっつってね、2勝2級まで勉強した人はね、多分むしろ思ったと思うんですよ、ね。引っ掛けありませんから、これね。もうほんとストレートなんですよ。バッティングセンターですよね。バッティングセンターの球だから、もう打ちやすくてしょうがないっていうね、ことですね。でもね、2勝の方はね、バッティングセンターじゃなくてね、試合ですからね、何が飛んでいくか分かんない、下手したらデッドボールかもしんないってね、うん、ことなんでね、だから、なんだこれ、バッティングセンターじゃねえかって、多分2勝2球勉強された方は思ったと思うんですよ。ね、まさにその通りで、次に出てくるとしたらね、もうちょっと僕はひねりがね、加わると思って、カーブとかシュートとかフォーク、何が加わりませんけど、ちょっとね、加わるなとは思っております、個人的には。ね、30回ぐらいまでには出ますよ、おそらくね。その場合は28回ぐらいに、ちょろっと理論ね、副産物あたりのちょっと理論とかね、評価額の作業靴とかでもいいですけど、ポロッと第2問のやつで出てきて、うん、計算問題に、まあ、次の29回、もしくは30回ぐらいにちょっと出てきて、で、評価額が絡む。問題に出ると、ね、まあ、評価が絡まくても子孫減損が絡むと途端に難しくなるんで、これ実はね、うん、子孫減損が絡むと難しくなっちゃうんですよ、この総合減価計算ってね、うん、
で子孫減損が出てきた時に対処できるようにってことで僕はね今日わざと、ね、このちゃんぽんにしたやつを、ね、こことここの数量で割ってるんじゃなくてこことここの数量で割りましたよね、うん、とかあとね、こうちゃんぽんにして単価を出してねでここかけたでしょで月末出したでしょで完成品は俺差し木でやったじゃないですかね、うん、これも実はね子孫減損今僕が喋ってる子孫減損っていう論点が出てきた時にでも解けるようにってやってるんですよね、うん、だからね、まあ、僕 の, あの建設業経士1級の講座ではですね、まあ一応出るのを想定して予想を立てながら僕喋ってるんでね、うん、だからもしかりね子孫減損とか出てきたとしても一応対処できるってことで、ね、僕は講義で入れますからもちろんね、うん、だから怖くなくなるってことなんですよ僕の講義の場合ね、うん、ということで、ね、ちょっと他の講義はどこまでやってるか分かんないんでねちょっと何とも言いませんけどね、僕の場合ぞあくまで僕の場合はねそうやって想定しながらね二所武器1級とか2級とか僕講義やってますからね講師やってますからずっともう30年近くやってますからね大体あの二所1級で出てきたやつがポロッとこの建設業1級に出てくるんですよ要はね、うん、だから二所1級とかやるのが先取りした勉強なんですよね要はね、うん、あの二所1級全部やると大変なんでね二所武器1級で、出てて普通に出ててで建設業1級ではまあ出てきたことねえというのをやっとくんですよねうん、それがいいです。あの日照1級でしか出てこなくて建設業1級しか出ないあ建設業研修1級出ないやつはやりませんからもちろんね、うん、それはまあ無駄になっちゃうからやりませんけど日照簿1級では普通に出てるんだけど普通に当たり前のように子孫減損とかねやってるんだけども建設業1級ではまあほとんどできたことないやつか見たことねえというやつだとみんなやられてしまうんでね僕の講義ではね日照簿1級とか2級のまあノウハウありますからそっからね、2勝1級2級で当たり前に出てるんだけど、建設業1級ではちょっと出てきてないから怖いよねってね。うん。それちょっと僕の講義では先取りして、もちろんやりますから。ね。だから塾生さんにはね、安心してくださいって言ってます。ね。はい、よろしいですかね。ということでね、ちょっと今後ね、総合計画屋さんの取材の、ね、部分に関しては、ちょっとね、うん、注意すべきところがありますからね。そこはちょっと注意しながら、学習をね、進めていってください。はい、じゃあ、頑張ってください。